おはようございます。声が高いよ。ザベスさん、スタジオにマイヤさんがいる。嬉しい。私もザベスさん、生ザベスさんだと思っていつも聞いてます。いつもじゃないですけど、いや、でもいつもチョコレートとかありがとうございました。チョコレートを見るたびにザベスさん思い出す日々です。なんて優しい。いやー、鈴村さん、はい、素敵な奥様ですね、うん、まだそんなに会ってないよ。いや、まだ分かんないでしょうけど、もうこの空気感で素敵なのが分かります。よかった、ザベスさんがね、はい、すごい声が高くなってるから、ね、その感じが伝わってるんだ。一番私がテンションが上がっています。いつも世話になっております。どうどう、皆様、リスナーの皆様、いや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 、私もリスナーですが、いやー、嬉しい、聞いてくださっているんですね、うん、はい、もう6時に起きれない時もありますけれども、うん、だいたい朝6時に起きて、うん、ラジオつけるっていうのは、うん、そうなんですね。ありがとうございます、はい、あの鈴村家の朝の流儀ということで、ね、今日は興味ありますかね、これ皆さん。いや、なんかさっきも言ったんだけど、いや、俺はここにいるからさ。そうですね、私、まあまあまあ、もう前ワンモーニング始まってからは、はい、鈴村家の朝の流儀は、まあ、朝会わないっていう。会えないもん。え、でもこっそり出てかないと起こしちゃ悪いからさ。起きないですか、お前。え、起きなきゃいけないですか、私。いやいや、なんかあの、きっと目覚まし時計の音とかで起きちゃうんじゃないかなと思って。最初の時はだから起こしちゃって悪いなと思ったけど、はい、やっぱりその こっそり出かけるようにしてるよ。そう、もう、いや、うん、なんか気配で、あ、起きたなって思った時は、あ、いてらっしゃいぐらい言うように言ってる、言ってるしますけども、それももう夢の中って感じで、まあ、早すぎますもんね、時間が。この季節だとまだ暗いじゃないですか、はい、まあ、こんな暗い時間からまあ大変ねって心の中で思いながらちょっと見送るぐらいですけど、でも、はい、あのワンモーニング始まった時に、うん、鈴村さん大変だねとか頑張ってるねって言われるんですけど、はい、あの奥さんも一緒に起きて大変だねって人に言われることがあって、はい、いや、私起きてないです。はっきりそこは。でも昔よりは早く起きるようになったよね。そう、そうですか、うん、昔はもう出かける1時間前とかに起きてましたけど、はい、今ワンモーニング6時合わせで起きて、お、まあ、朝の時間が増えました。え、鈴村さんが、まあ、ワンモーニング仕事に出かけた後、まやさんはその6時からワンモーを聞きながらどういう風に朝過ごされてるんですか？朝に仕事をしたり、朝に、今まで夜中にやってたことを結構朝にやれるようになって、うん、例えばもう出かける前に家事全般全部やっちゃうみたいな、すごい、掃除洗濯などなどやってから仕事に行けるようになったので、うん、夜がすごい楽になりましたね。むしろ夜はお二人とも早く寝るようになったとかですか？そうだね、まあ前よりはね、うん、早く寝るようになったね、うん、でもお二人とも本当にお忙しいと思うので、うん、なかなか一緒に朝ごはん食べたりとかできなさそうですけど、なかなかないね。たまにワンモが終わった後に、はい、そのすぐ仕事が直結してることが俺はほとんどだけど、うん、それがない時はあの、それぞれ朝時間があるときは朝ごはん食べ行こうかとかって食べに行く。そんなことしてたんですか。じゃあザベさんも今度一緒に行きましょうよ。朝ごはん。いいんですか。朝ごはん。行きたいです。ねえ。何食べるんですか。普通のもん食うよ。気になる。やっぱり高級なフルーツとか。何ですか、そのイメージ。なんだその高級なフルーツ。さっきからなんかこうすごい朝からとんでもないスムージーとか飲んでるんでしょみたいな。私絶対毎朝上げないでください。フルーツスムージーを朝作ってらっしゃるんじゃないかなと思って。全然作ったことないです。スムージー。昔ちょっと作んなかったっけ、スムージー。スムージーなんか作ったことない。あ、そうだっけ。あ、じゃあ違う。なんかって失礼。え、でもすごくすずさんグルメじゃないですか。で、毎朝もすごくグルメだと聞くので。はい、なんか朝ごはんもこだわってらっしゃるのかなと思って。ただ、スムーさんが食べるときはちゃんと作りますけど、はい、自分一人のときはもう本当にね、うん、たまにあの、キッチンで立ったまま、お米に納豆かけて食べてるのを、スムーさんに見られて、座りなよって言われるぐらい、本当に自分一人のときはひどいもんですよ。お互いそうなのよ。だから、僕が一人のときとかは、家でご飯食べるときとか、本当困っちゃうの、はい、なんか何でも作ってくれるから、はいはい、一人でいて、外食だったらいいんだけど、はい、家に一人いて、家で食べなきゃいけない。本当に困るから、うん、なんか食べらんない、なんか、だから基本はご飯一緒に食べたいから、うん、だから一人でご飯が下手になったすごい。え、もう一つ聞いてもいいですか、うん、じゃあすずさんがまやさんの作るご飯で一番好きなものは何ですか、うん、いいの言っていいの言って、なんだろうね、ちゃんとしたの言って、ちゃんとしたのいっぱいいっぱいあるけど手の込んでそうなやつ言って手の込んでそうなやつ、何手の込んでそうな、あれやん、あれあれ、お母さんのほら紅茶豚、それそれそれ、紅茶豚、紅茶豚、紅茶で煮た煮豚、
これがうまいのよ。で、お母さんが作って、いつもね、はい、くれてたの。で、そのお母さんの煮豚がめっちゃ美味しいから、うん、それをこう、私も作れるようになるっつって、はい、日に日に、この8年、結婚して8年になりますけど、はい、この8年ってやっとね、最近お母さんの味に近づいてきて。先週作った紅茶豚、激うまだった。やっと母の味になったんですよ、8年。感動した。どちらのお母様が元々ですか？奥さん。マヤさんの、そうなんですね。そうなの。すっごい美味しいのを作ってくれるから。たどり着いたよね、あれ。はい。8年かかりました。あ、今度持ってきます。じゃあ、うん、はい、めっちゃ美味しい。余ったらでいいのでちゃいますか、はい、お願いいたします。お聞きいただいているのは坂本真綾さんでオールドファッションです。ダベスさん、すごいこの曲好きだよね。かわいい。あ、嬉しい、うん、だって歌詞の中にこの曲が終わるまで君を独り占めさせてっていうのがすごくかわいいと思って。あ、本当ですか。はい、よかったです。思うツボです。いや、キュンキュンしてました。思うツボです。手のひらに、手のひらに乗せられたりとか。まんまと乗せられちゃいました。はい、じゃあ引き続きちょっと得する朝について伺いたいのですが、得する朝何かありますか？はい。僭越ながら、11月27日に私のニューアルバム、今日だけの音楽をリリースしました。はい、うん。今お聴きいただいた曲も入っているアルバムと思いますが、どういうアルバムとなっていますか？はい。今回私にとっては10枚目のアルバムになるんですが、うん、全曲新曲で、コンセプトアルバムとなっていまして、うん、一つのコンセプトを先に決めて、そのために、取り下ろした楽曲ばかり集めた、という形になっています。フルアルバムでね、そのシングルが入らない人はすっごい珍しい、うん、この。そうですね、なかなかないと思います。やっぱりシングルが入ってた方がお客さん買いやすいと思うんですけど、まあ、ここはあえて今自分がやりたい世界観をがっつりやるってことに集中したアルバムですね、うん、はい、アルバムのタイトルが今日だけの音楽。はい、とても気になるんですけど、はい、込めた思いっていうのは何でしょうか？このアルバム買っていただくと、ブックレットにストーリーが書いてあるんですけど、まあ、それを読んでいただくとより楽しんでいただけるんですが、うん、なんかこう、自分の、なんていうのかな、なんていうんですかね、こう、過去とか未来のことを考える時間よりも、今起きてることに集中するのって意外と難しいなって、日々感じていて、最近今年ピラティスを始めたんですけど、はい、やっぱり運動してると同じ動作してても毎日体のなんか痛いところとかなんか伸ばして気持ちいいところとか違うんですよね。同じように見える日常も実は自分はどんどん変わっているし、世の中のことも平凡に見えるけど毎日違うんだっていうことにフォーカスしたくなるようなアルバムにしたいっていうようなコンセプトでした。もう本当にそれぞれが違う世界観なんですけど、一つのアルバムで一つの世界があるなって私も感じて、ありがとうございます。引き込まれました。すずさんどうでした？聞いて。そうだね。やっぱりそのコンセプトがすごく面白いなと思ったよね。その物語があって、この世界観があるっていうのと、でもその今日だけの音楽っていう、そのこう考え方、やっぱそうだよなと思う。音楽僕もやってるけど、その聞く日によって全然違って聞こえるし、うん、でも過去やったことも思い出すし、なんかこうそういうものをつないでくれるものが音楽だとすれば、やっぱり今日しか聞けない音楽があって、今かかってるこの曲も今日このタイミングワンモで聞いたからこういう風に聞こえる、でも明日またプレイヤーで聞くと違う音楽に聞こえるはずなんだよ。 ね、それがやっぱり面白いなって音楽は思うよね。確かに、うん、そういうことをちゃんとこう形にしてるっていうのは僕はすごくいいアルバムだなと。ナイスコメントです。うん。もうおかげでね、ラジオやらせてもらってますからね。さすがですね。はい。もう制作段階からすずさんは話を聞いていたりもしたんですか？うん、うっすらですよね。うっすらだね。本当。だからコンセプトがここまで明確っていうのは本人の中には めちゃくちゃあって作ってたと思うけど、はい、うっすらだね。なんか今回あんまり途中で話さなかったような感じがします。ね、忙しかったしね。そうだね。そうかも。でもなんか逆に言うとすごく私自分で言うのもなんですけど、このアルバム来年25周年迎える今の私が、うん、一番好きなアルバムになったんですね、過去で。でこのすごく大事なすごく特別なアルバムになりそうだったので、途中で聴かせるんじゃなくて本当に完成してから聴いてほしいっていう気持ちもあって、うん、まあいつも新譜出るたびに聴いてほしくて渡すんですけど、鈴村さんにも。でも今回は本当にパッケージができてから渡しました。へ、はい、ね、
じゃあもう本当にそのパッケージも初めて見た段階で、そうだね、うん、すごい新鮮だったんじゃないですか。新鮮だったね、うん、僕はこれ2曲目がすごい好きで、うん、自分の、はい、うん、あ、ワンモでも何回かかかったかな、はい、僕でもその始まりっていう序曲が頭から始まって、そのこうね、オーバチュア的に始まったものからの、うん、こう2曲目につながって、ここでもうなんかコンセプト言っちゃう感じがすごい良くて、このアルバムこういうアルバムですよってドーンって2曲目で全部伝わる、はい、そこからこうその世界に入っていく感じがめちゃくちゃいい。ありがとうございますと僕は思いました今かかってるけど。あのブルーレイもついていて、うん、マーヤさんが海を歩いているシーンとかも私はすごく本当に引き込まれるなって。本当ですか、嬉しいです、はい、うん、私の映像がすごく苦手で、うん、できるだけ映像に映らない人生を選んできたので本当にそうなんですけど、でもなんかこうアルバムの世界観を、今回シングルが入ってないので、まあ、映像でもなるべくこう世界観に合わせたものを作りたいなって思って作ったので良かったです、はい、あのぜひ皆さんにも映像も見てもらいたいですし、うん、何度も曲あの違うこの天気とかも感じながら楽しんでもらえたら私もすって思いました、うん、ありがとうございます昨日もだからライブやってっからだからねそうですね、鈴村さんも土日と、ね、神戸でライブやってたもん、はい、お互いこうライブやったところから合流、はい、だから今日会うのがちょっと久しぶりで、そうだね、金曜日ぶりそうだ、ね、とかになる。金曜日もあったかどうか。金曜日そんな感じなんですか。朝出かけて、そうだ、ね、本当に忙しいご夫妻ですね、働き盛りです、そうなんです。